田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム590、日産、京急、カジノ、防災、福祉、医療、保育、教育、エトセトラ。文明開化の街横浜が直面する問題こそ、一刀両断的に他力本願体質な鈍感力日本を改める羅針盤って認識で OK と題してお届けいたします。もう今年の春の段階、春じゃない、いやもう年初の段階でサンデー毎日でですね、才川博人ちゃまの問題ってどうなのよと、あるいは森本博ちゃまっていう東京地方検察庁特別捜査部長、特捜部っていうのは正式名称は特別捜査部というのでございます、ここってどうよってお話をいたしました。この時には何を言ってんだ、日の丸企業をお前は守らないのか、違うって言ったじゃないですか。1999年、私が知事に就任する前年ですよね、花は、吉和さん、義一さんという当時の日産自動車の社長とインタビューをさせていただいたのがナビに乗りましたけれども、あの段階で外形的には株式を日産自動車のものをルノーが持ったんで、あの時に皆全ての新聞はルノー傘下へって書いたんですよ。3月の28日かな、1999年の喉元すぎれば忘れていたんですよ。もしルノー傘下が悔しいなと思うんだったら、良い意味でそれを10年間かけて改めていくべきだったんじゃないんですか、本当に技術の日産だとするならば。でもやっちゃえと言いながらやっちゃったってことですよね。そして今回本当に不思議なのはこの才川博人様だって、日本経済新聞は社説でいいのかと、この方が社長でということをお書きになったわけですよ。でそれに対して、まあ、朝日新聞に載っていた写真っていうのが、まあ、これ郷原信夫さんが載っけてましたけども、横に立ってる二人の人のこの 目力があるとかじゃなくてですね、鋭い目つきの人って、これ日産の SP なの、何なの、社員なのって、おとろぴーって。確かにですね、大臣とかについているあの SP だってもっと目は鋭くたって、温厚っていうのは目は鋭くたってもうちょっと気品がありますよね。あの朝日新聞に載った写真ってのは恐ろしいものがあるかと思いますけど、今日もだって8時24分のだ、あ、昨日でございますね、失礼しました、9月9日8時24分の段階で、まあ、渋谷区の豪華マンションにお住まいなんだと思います。だってまあ年収5億円とか7億円の方でございますからね。そしてはっきり言って特別背任みたいな話なのに、その数千万円はキャッシュで返しますって、数千万円返せるようなものをメイクマンにしてたのかよってことですし、もともと述べているようにグレッグ・ケリー氏とドナルド・トランプ氏じゃなくてカルロス・ゴーン氏はですね、お金はもらってないんですからね、外形的にこの方もらってるわけですよ。ましてやこの才川博人様だけでなくて、その他の皆様、副社長をはじめとする方々もお金もらってるわけでしょ。それ会社いいっていうものではねえだろうよと、一部上場企業で経団連に入っていて、まあトヨタとは随分間が空いてしまった、そしてむしろホンダの方が、マツダの方が元気いいぞという中においても、まあ腐っても日産自動車でございますからね。で今朝の8時24分の、あ、今朝じゃない、まあ、もう一回間違えました、9日のですね、8時24分の日本経済新聞、見出し、バトンタッチを早くしたいですよ、次の世代にバトンタッチをできるだけ早くしたいと記者団に語ったと。しっかり準備をして、でもまあこのしっかり準備をして次の世代に引き継いでいきたいって言ってんだけど、でしかもですね、株価連動型の役員報酬で不適切な手法でかさ上げされた金額を受け取った問題については、私はルール違反をしろと指示したわけではない、こんなこと言ったら、じゃあカルロス・ゴーンちゃんはどうなのよと、あるいはグレッグ・ケリーちゃんはどうなのよと、カルロス・ゴーンちゃまやグレッグ・ケリーちゃまは真っ黒だっておっしゃってた人たちは、じゃあ才川博人ちゃまはどうなのよと、やっぱこういう会社がですね存在してるっていうのは、これ本社投機地の場所の方々だって、あるいはもっと言えば1万人以上の方々が今回もリストラをすると
言ってる中で、それは日本よりも外国の方が多いとか、そういう問題じゃないですよ。あるいはディーラーの皆さん、日産車を一番愛してた方々、うちだって昔日産車乗ってましたからね。お前言うって話なのに、なんと8時24分の後の10時14分に朝日新聞では、日産才川社長何の話か全く解せない退任報道を受けてこれ9日の朝に渋谷でどうも話してんで、同じ内容を言っても日経と朝日で全然同じ内容が違っちゃってんですか。やるべきことをやって次の世代に引き継ぐことに全く変わりない。退任の意向を一部幹部に伝えたと一部メディアが報じたことについては、朝日未だに、せっかく朝日もですね、そろそろはあの首に鈴つけなきゃっていう具合だったのに、またこういう具合で検察と一緒になってですね、羽田空港の独占映像を撮った朝日新聞の経済部社会部のですね、悪いところが出てきてるんで、まさにこれは根本正樹論説主観ははっきりさせるべきだと思いますけどもね。せっかくいい記者がいたり、いい記事がですねたくさんあるにもかかわらず、こういったところで何なのよと、あるいはもう旭日記がいいじゃねえか、旭日記違うよ、これ回改めてお話します。だったら朝日新聞はあのマークを変えるべきなんでございますよね。私あの昔ですね、朝日新聞が高等学校に講師を呼んで講演をするっていうのが、朝日新聞の後ろにあの旭日記に貼ったってね、なんだか戦争中みたいでございますねって言ったら、それをですね私が講演したところの、支局長だかなんだかが本社に通達をしてですね、以降呼ばれなくなったという結構でございますけども、そうでありながら朝日ジャーナルでは連載をしていたという不思議な状況でございますけど、一部メディアが報じたことによってそんな話はない、何の話か全く消せない、まあよく言うよねこの顔は。本当になんか顔がとてもあの 全日本空輸ホールディングスの ANA ホールディングスかの伊藤慎一郎様にとてもなんかお顔が似てらっしゃるんでございますけれどもね、え残ってる宿題や準備は次世代にやってもらう、だったらもともといいじゃん、でもともと次の世代に引き継ぐことは想定してる、それ以外はないとか、早期の引責辞任は明確にして、そんな今更メンツ張ってどうするよってことでございますね。まあはっきり言ってさすがにですね、日の丸企業と思ってたような方々もこれもう全部一回に日産全部役員あのレッドパージした方がいいんじゃないのっていう、あの赤でございますから、レッドステージブルーステージって昔なんかアメリカの共和党と民主党に習ってつけてたような会社でございます。景品休校問題、これはもう私もツイートでずっと申し上げてるけれども、ATS はついていたとは言うけれども ATC はついていないし、ましてや赤信号になっても自動的にブレーキがかからない、でこの時にね 後付けのように理論として急ブレーキがかかったら橋の上だったりトンネルねえんだけどさ、中だったらトンネルあるか横須賀のあたりにはちょっと後付けですよね。一回止まってもその後そろそろと徐行運転で移動できればいいわけでしょ。今回の場合社員の人が2人もその現場にいて、そしてボタンを押して適切な指示をしないで、その後社員の方はいなくなってしまったと、なんじゃらほいと。当初はまあ確かに一番前の先頭車に動力部分があるから重いからあのような程度で済んだってけど、お一人は亡くなってるし怪我してる人もいるわけですよね。あるいは運転手の人がまだ入って1年数ヶ月だったから、そういう問題じゃねえだろうと。すなわち科学を信じて技術を疑わずではなく、やし前から申し上げたように科学を用いて技術を超えるということが大事で、そもそもこの問題は JR にスピードで負けないようにしよう、まあ新幹線と同じ工期だからスピードガンゴン出せるぞというお話だったからね。でもこれ考えてみると、赤信号であっても止まるようになっていない、あるいは赤信号でもブレーキをかけるのが遅くなってしまうっていうのは、時間に遅れたらやばいんじゃないのかって、 JR 西日本の宝塚線のですね尼崎の悲劇と同じような具合に車内がなってなかったのか、徹夜で一生懸命やったし、現場の社員の人たち駅員の人たち、これは大変なものでございますよ。でもそうした
根本の部分というものを経営の幹部というものがきちんと踏んでなかったという点に大きな問題があるんじゃなかろうかなと思います。まあ、カジノの問題はですね、また回を改めてお話しますけど、なんか、市役所の市庁舎、市長室の前に、なんか2人立って一般の人が入れなくなっちゃったってよくわけわからない。ガラス窓なので、ガラスでも透明じゃないわけでございますからね。まあでも本当にこれから18の区に説明会に開くわけでございますから、市長はもう本当に針のむじら、私に本当に副市長とかですね、幹部の方々のに責任を押し付けるってのはかわいそうでございますよ。カジノがいい悪いの前に、やはりリーダーというのはノブレスオブリージュというのはそこに現れるということがですね、見えてきてしまったかな。まあ、朝日新聞がなんか天聖人語で書いていたのがなかなか、まあ、野心がずっと以前から申し上げていたようなことでございますけれども、まあカジノを開けば収入が増えるっていうけど、そうしたらもう2割近くはカジノ収入なんですか、市税の 15% はカジノで儲けますって、これなんか違うだろうと。で、劇場や美術館や水族館まであるけれども、カジノがなければ収入が増えない。で、医療や子育てなど安心安全な生活を守るためにカジノなんだって言ってるんだけど、どうよ。あるいはギャンブル依存症の問題、横浜市立大学に医療面を中心に大きな役割を果たしてもらう、つまりこれ天聖人語会で依存症になっても大学病院が治してくれますよって話になると、なんかこれすごい話で、あるいは全ての博打が悪いというわけではない、いやだから前から言ってるようにドストエフクスイだってバクトだったわけでございますけども、馬に対する思いと感謝を持ってるのが競馬である。でそうするとまさに、スロットマシンならヤシーもいますけど、ヤシーも世界十数カ国のですねカジノに訪れた経験を踏まえて言うと、まあ天聖人語言ってるルーレットへの思いや感謝も馬に対する愛情と同じように持つべきなのかって妙なお話なわけでございますよね。でですね、この防災の問題、ご存知のように関東大震災があったと。でも例えばあの時にですね、小田原とかはですね津波が来たんですね。横浜のあたりもですね非常に崖崩れが起きたわけでございます。まあ横須賀のあたりも非常に地盤が弱い、京浜急行が通ってるあたりも今回は幸いに、むしろ、そのあたりで甚大な被害はなかったとはいえですね、むしろ防災ということ、あるいは川を前から言ってる高野板工法をするというようなことをどう考えるのかということかと思います。まあ先ほどのこの医療ということで言うと、横浜市立大学も群馬大学の医学部と並んでですね、なかなか医療看護が起きてきたりしてるわけでございますから、カジノの依存症を治すという場合に医療看護を起きないようにすると、あるいはまあ370億円かけてですね、託児の施設ができてきたっていうけれども、結局撤退するような企業が出てきちゃうんだったら、託養老女のようなですね商店街の中に作るのがあったかもしれない。教育ということも、教育の副読本をどうしていくのかっていうような問題もありますし、まあ高齢化ということであれば、これ日本全国がそうなわけでございまして、人口が減っていくからカジノだってけど、人口が減らない町は今やもうないわけでございますしね、あるいはもうたまに歌うのような状況というのはどこの全国も起きてくるわけでございますから、って考えてみるとですね、逆に言えばカジノ文明開化の街だからカジノ IR をやるっていうのがなんかすごい会見だなというふうに言ってましたけど、でも文明開化のこの横浜が直面している問題っていうのは、やっぱりある意味ではこの今の日本が全部抱えている鈍感力で、鈍感力で日本の産業の空洞化だってことをみんな認めたくないから、なんか日本すごいゾロンという形で、でアメリカには文句も言えません、ロシアにも言えません、中国にも言えません、でも韓国には言いましょう。でも韓国に文句言うんだったら、皆様竹島は実効支配されちゃってんですよね。年に1回だけ島根県でですね竹島は日本のもの、さあもう歴史的に見て明明白白、ヤッシーも昔予算委員会で述べたように、竹島と尖閣というものはですね、まあ、尖閣に関しては微妙な部分もあることないわけじゃないですけど、竹島は明確なわけです。でもそこに向こうの国会議員は言ってるけれども、日本の人言ってないんですよね。
自衛隊云々じゃなくて、なんでそこに漁民は向こうは住ませてるのに日本は住ませられないんですかっていう話になってきちゃうわけですよね。あるいはまあ韓国には文句言えるけれども、ドミトミメジョベジェフ氏が、北方領土にやってきても文句すら言えないという日本って、アメリカに文句言えないだけで、じゃあ日本どこにも言えるのよって話になってきちゃってるわけです。ですからこの一刀両断的にですね、他力本願体質で何か一発言えば OK と思ってるのは、この鈍感力日本改める羅針盤になるようなヒントというのが、つまり日本がより良くなるためのヒントと実現すべきことが、この文明開化の街横浜にはあるのかもしれないというふうにポジティブに考える必要があるのではなかろうかな、ということで本日はボリューム590、日産京急火事の防災福祉医療保育教育エトセトラ、まあその他にもいっぱいあるわけですけどもね、防災ってのもまさに地域密着型の公共事業であるということなわけでございまして、公共事業と公共投資の言葉の違いも分かってないような方がですね、ヤッシーも箱物行政が好きなのかってわけわかんないことを言っててお笑いになってましたけども、文明開化の街横浜が直面する問題こそ一刀両断的に他力本願体質な鈍感力日本を改める羅針盤で認識で OK と題してお届けをいたしました。